それでは続きザラミニツモの続きをやっていきます。でボディが今ですね、クリアの乾燥中ということですので、はい、これの乾き待ちということで、今のうちに写真類の塗装をやっていこうと思います。写真類と、まあ、部品類ですねの塗装を行っていこうと思います。まあ、ちょっとその前にですね、ちょっと今日ショックなことというか、まあ、仕方ないんですけどね、ちょっとね、株を若干やってるんですけど、やられましたね。給料1ヶ月分ぐらいが、1時間で吹き飛んでしまいましてですね、ちょっとかなりショックですけども、まあ、切り替えてやっていきましょう。そうと思って、安倍総理のちょっと辞められるって話があってですね、ちょっとその前後で、その1時間ぐらいでですね、結構今まで好調に来てたんですけども、やられましたね。半分ぐらい、今までの累積の半分ぐらいがなくなってしまいました。まあしょうがないですね、こればっかりは。はい、ちょっとショックでなかなか今テンションが上がらないんですけども、まあそうは言ってもしょうがないですから、今日も元気にやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ですね、写真類の塗装を行っていくということで、今日は特にですね、ツヤありの黒で塗る部品なんで、リアウィングもサイドのこのちっこい羽ももうくっつけてしまいました。部品保持がめんどくさかったんで、もうくっつけてしまいましたね。このまま黒色を塗っていこうと思ってます。あとホイールですね。はい、ホイールも単純にツヤありの黒で塗った後にデカールを貼って、その上でクリアをコートしていこうと思ってます。で、今回ですね、ポイントなのがこのミラーとフロントのなんていうんですかね、整流板になるんですかね、横のまあこうダウンフォースを高めるような部品なんですけども、これと、シャシーの、このあたりですね。と、横の部分。はい。この辺がですね、どうやら、実写はカーボン模様になってるみたいです。で、細かくですね、デカールを貼る気にも、ちょっと私デカール苦手なので、ならないですので、カーボン風の塗装を今回、皆様にご紹介できればと思っています。まあ、そんなに難しいものではないんですけどもですね、完成後近くで見るとおおっと思えるような、そんな仕上がりになる塗装の方法がありますので、ご紹介していこうと思います。まあ今回そのホイールカーボン風に塗らないものもですね、カーボン風に塗るものも一旦ツヤありの黒で、色を塗ってからの作業になりますので、一旦艶ありの黒で今の部品たちを塗っていこうと思っています。はい、じゃあ塗っていきます。まず初回は何も塗ってない状態でもう今回は黒の塗装を行っていきますので、砂拭きですね、ちょっと遠目から塗料が半乾きで乗るぐらいな感じで、塗装を進めていきます。ちょっと濃いかもわからないな。結構ね、こういうのもちゃんと測って入れないといけないんでしょうけど、めんどくさいんで、いつも目分量です。
ういう適当なあの薄め方をした場合もですね、ちゃんとこのエアブラシの中で溶剤と塗料がきちっと混ざるように、気をつけておきます。感じですね。1回目はあのまだまだ白さが見えますけども、あのこの後塗り重ねて黒をしっかり、色をのせていきます。で今日はあの安倍総理 の退陣ですか、あの辞められるという会見をやっておられるのを見ましたけども、あの私はあんまりその政治とか詳しくなくて、あのこの政党じゃないと絶対ダメみたいなのは あまりないんですけどもね、あの一人 の社会人というか人間としてあのお疲れ様でしたというのを言いたいですね。結構大変な時期に総理大臣になられて、あの体もしんどい中、ご苦労されたみたいで、はい、もうシャシーはこれでいい感じだと思いますね。ちょっとあのよく見えるサイドステップのところだけですね、前とサイドステップのところ、上から見えるところだけカーボン調に仕上げてですね、もう裏面とかそういったところはあの指示通りセミグロスブラックで仕上げようと思っています。はい、まずこのまま一旦乾燥をさせていこうと思います。であとは薄く塗ってますホイールとかそういったところを塗装をしていきます。
はい、このまま部品を乾燥させていこうと思います。いやでもにしてもあの株とかいうのは本当にすごいですね。なんかもう僕あの学生の時にアルバイトを居酒屋さんでしてましたけど、時給大体田舎やったんでね、田舎だったんですけど600何十円とかやったんですけどね、1時間めちゃめちゃあの汗かきながらですね、酔っ払いにこう絡まれながらあの仕事をして、やっとその、ね、月週3回とかで5万円とか、なんかそのぐらいのイメージでしたが、そんなんがね数分で増えるような株とかね、そういうのはある一面同じようにそのぐらい急になくなってしまうと、1時間足らずで。すごいですよね。なんかもう、まあとは言っても仕方がないので、嫌ならやるなっていう話ですからね。銀行預金でもしとけば減らないわけですし、まあブーブー言ってもしゃあないんですけども、まあちょっと今日はショックを受けてます。深酒をしようかなと迷ってるぐらいちょっとショックを受けてますが、まあああいうなんかその投資っていうんですかね、なんかああいうものはあの余剰資金というか、なくなってもすぐ困るようなお金ではやらないということが鉄則と言われてますけども、まあ、おかげさまで車売らんとあかんとか、そういう話ではないんですけど、はい、ちょっとショックを受けてるという話です。はい、ということで艶ありの黒の感想を待とうと思います。